はい、こんにちは。ヨースポーツです。お願いします。今ですね、旅行先なんですけど、緊急で動画を回しております。というのも、ズバリ小牧南高校21世紀枠愛知県推薦校決定、おめでとうございます。来ましたね。小牧では初めてです。快挙ですね。今後のスケジュールなんですけど、12月8日ですねに、各地区で1校に絞っていくと。東海4県各1校ずつ、計4校ですね。その中から1校を決めると。最後に来年の1月29日です、ね、全国で2校を絞ると。今日の動画は21世紀枠選考基準についてと、あと過去愛知県でどういった高校が推薦されたのか、他にどういった高校が予想されてたのか、こういったことをお話ししていきたい。21世紀枠なんですけど、主催の毎日新聞は勝敗にこだわらず、科学的に出場校を選ぶ選抜大会の特性を生かし、技能だけではなく高校野球の模範的な姿を実践している学校であると歌っています。で、この21世紀枠の選考にあたって条件がいくつかありまして、秋季都道府県大会でベスト16以上、ただし加盟校129校以上の都道府県はベスト32以上ということで、愛知県はベスト32以上の高校が対象。あと少数部員、施設面の管理、施設災害など困難な環境の高校、学業と部活動の両立、近年の試合成績が良好ながら強豪校に積極するなどして、甲子園出場機会に恵まれていない、創意工夫した練習で成果を上げ、校内地域での活動は他の生徒や他校地域に好影響を与えるなどの条件があります。ちなみに過去23年間ですね、計64校の校が21世紀枠として出場してまして、なんと64校中63校は公立校です。愛知県から21世紀枠に選ばれたことは過去2回ですね。2008年の青少高校、僕の1校への今ヤクルトで活躍している小川選手がエースピッチとして1回戦突破を甲子園でしたと実績があります。もう1校が2015年に出場した豊橋工業で、惜しくも1回戦敗退となってしまったんですけども、東海第4高校に3対0で敵敗、青少高校、豊橋工業も公立高校ですね。なので愛知県から推薦校を出す場合は公立高校が多いんじゃないのかなと思うんですけど、実はこれそうでもないんです。過去23年間分を調べてみますと、ご覧の通りになります。私立が11校、公立高校が12校で、意外に私立の学校も推薦されることがあるんですね。秋の大会を見てみても、愛知県ではベスト32から選べれることはまでないそうです、つまりベスト16に上がってこないと推薦校には選ばれなかったというところになります。選考基準と傾向を加味した、僕が個人的にここの高校が候補だったんじゃないかといった高校4つ紹介したいと思います。まず1個は小牧南高校ですね。あとはですね、愛三大高校、大成高校、豊橋中央、21世紀は外地県の推薦校に選ばれるんじゃないかなというふうに思ってます。結構私立も選ばれてる、さらに偏差値も高い高校ばっかりが選ばれてるっていうわけじゃないんですよ。50を切ってる学校も全然あると。だから年によっては定席重視の年だったり環境重視の年だったりっていうふうに基準が分かれると思ってるんですね。なので今回の大会がどこを重点的に見られてるか実は分からないんですけど、まずは客観的に見て分かる成績っていうのを比較してみましょう。まず小牧南高校です、はい、本当におめでとうございます。通称牧南というふうに小牧市民の方々親しまれてる高校ですけど、直近のこの秋の大会見事ベスト4でした。小牧南としては史上初という快挙でした。3位決定戦、豊橋中央と9対7の接戦だったんです。でその前も豊川高校に12対8で、豊川高校は東海大会で優勝してる高校ですね。でその前もですね、甲子園に行ったことのある誉高校に4対3で、その前も土着高校、セカンド私学高校の3対1で勝った。どう見ても不順じゃないよねって言った戦いぶりですよね。どの試合も非常に善戦して自分の実力を出したといった印象です。今年の夏の大会も、惜しくも2回戦で敗れてはしまったんですけど、その敗れた相手がベスト4まで進出した愛知県でした。でその愛知県戦とも延長の末の6対5、かなりもう惜しい試合、夏と秋の大会の戦いぶりを見て、これは間違いなく候補に上がるなというふうに思いました。じゃあ次、愛三大高校、ベスト16に上がるまでに13対0で桜ヶ丘を破ってきてるんですよね。その後に中京大中京に5対4で勝ってます。県では優勝した愛工大名電に
惜しくも負けてしまうんですけど、1対0バリバリの統一戦の見事ある試合なんですけど、基本的には4強とはほぼ互角で、大成高校ですね、まず7対4でトヨタ大谷に勝ってるんですね。トヨタ大谷も強いですからね。でその後に1対0で愛知京成を破ってベスト16に上がった。でその後に、メケダ市村に5対3で勝って、豊橋中央に7対5で惜敗と、ね、夏の大会もですね、大部高校に惜しくも8対5、ちなみにその大部高校は更新する決めた愛工大名に5対4で惜敗しているようなチームなので、相対的に見てもトップクラスの実力だったということが分かりますね。この近年非常に力がついてきた。はい、最後4つ目は豊橋中央ですね。3位でしたね。東海大会出場、見事初出場を決めました、ね、優勝した愛工大名人2対0の惜敗ですね。先ほどお伝えした大成高校に競り勝った。その前は東栄高校に6対5、この秋にかけて急成長したチームと僕は思っています。まあ、これまでのプロセスを全部考えれば結構どっこいどっこいと言いますか、どこも実力があるのかなと思っています。しかも今挙げました高校は過去春夏通じて甲子園に1回も出ておりませんので、あと1本なんとか頑張って出てほしいなといった思いがある学校ですよね。実力差はそんなないというふうに僕は思っています。じゃあ何で1校ね、推薦校を判断するべきかってなった時に、ここで私立か公立かって結構僕は大きいと思うんですよね。でこれ僕もベスト16のね、このトーナメント表を作って気づいたことがあったんですけど、ベスト8って全部小牧南以外私立なんですよ。まあ、16分の公立高校4校です。豊橋東は誉れに5回コールドで負けてしまった。西尾東も豊川に、安城高校も名電に8回コールドで負けてしまった。唯一なんですね、小牧南。ベスト16以降はやっぱり熾烈な戦いなので、公立と私立の格好の差って結構出ることが多いですけど、ね、小牧南は私立にも勝ってる。実際小牧南高校については、まあ、僕もね近所なのでよく通るんですけど、野球部のグラウンドっていうのは非常に狭いですし、まあ、他の部活とも共用ですしね、なので外野のノックとかも打てませんし、バッティング練習っていうのも時間がかなり限られて、さらにまあ夜間の照明もない、まあ、いろんなハンディがあるんですよね。それぞれのグラウンドしっかり調べてないんで分かんないんですけど、比較的野球やる上では恵まれてない環境なのもう、まあ、もちろん公立高校で進学校ですから、野球推薦って言って野球部員をいっぱい集めることもできない、まあ、そういったことも参考には劣る環境面なのかなというふうに思ってます。正直びっくりしてます。こういった環境の学校がなかなか愛知県のこの激戦区でね、ベスト4っていう実績、さらに強豪校に惜敗するっていったケースは正直あんまり見ないので、まあ、今回マキナン旋風なんて言われてまして、言葉の通り本当に巻き起こしたな、まあ、僕も小牧市で活動してますけど、いろんな子供たち、いろんな親御さんとかマキナンマキナンって話題本当によく聞く、地元の高校なので非常に嬉しいです。例えば X とかでね、21世紀枠東海とかで調べると、一般枠で豊川と愛工大名、まあこれは合格だというふうには思ってるんですけど、さすがに21世紀枠は愛知県からは選出されないんじゃないのっていうふうにいう声も多いんですよ。で過去にですね、2018年 の, 春の甲子園で滋賀県から3校選ばれたっていうことがあったんです。なので僕は一般と21世紀枠は分けて考えられてるんだというふうに認識しているので、小牧南が選ばれても別に不思議ではないというふうに思ってます。まあ、私がね、小牧市出身で小牧市在住なので、どうしてもね小牧南高校、まあ、ひいき目で見てしまう部分もちろんあるんですけど、まあ、そういうことじゃなくて、本当に客観的に選ばれるべき高校だったんだなというふうに改めて嬉しく思います。皆さんもね、いろいろ予想があったと思うんですけど、ぜひコメント欄で教えてください。東海でどこの高校が選ばれるのか楽しみに待ちましょう。改めて小牧南おめでとうございます。それではまた次の動画お会いしましょう。ありがとうございました。